低中古車比較 VW、ゴルフ VS、BMW1 シリーズどっちが買い？認定中古車比較122。海外メーカーの日本法人が、品質に一定の基準を設けた中古車制度、認定中古車。中古車は個々の車両によって全てコンディションが異なるというリスクが存在するが、認定中古車であれば品質面で高い安心感が得られる。特に輸入車は中古車といえども品質において高い満足感を求めるユーザーが多く、そのために認定中古車が人気を得ている。今回は前回の BMW 3シリーズ VS Audi A4 に続いて VW、フォルクスワーゲン、ゴルフ、BMW 1シリーズの認定中古車について比較してみよう。認定中古車比較 VW VS BMW どっちが買い？サービス比較。VW の認定中古車については、ドスベルトオート、ラスベルトアウトと呼ばれている。その内訳は3段階に分かれており、以下のような内容となっている。ラスベルトアウトプレミアム。登録後の経過年数2年以内、走行距離5万 km 以内、保証期間1年間、走行距離は無制限、納車前の点検項目71項目、延長保証可能1年間、ラスベルトアウト。登録後の経過年数7年以内、走行距離7万 km 以内、保証期間1年間、走行距離は無制限、納車前の点検項目71項目、延長保証可能1年間、ラスベルトアウトベーシック。登録後の経過年数10年以内、走行距離10万 km 以内、保証期間6ヶ月間、走行距離は無制限、納車前の点検項目71項目、延長保証可能1年間。米印すべてのタイプについて、保証内容は内外装品、消耗品、油脂類を除くすべての部品になる。365日24時間のロードアシスタンスサービスも受けられる。ラスベルトアウトプレミアムは初度登録から2年以内の車両になるので、初回車検を迎えていない。中古車としては相当に高い品質の車両を手に入れることができる。最も多くのユーザーが代替えをすることで中古車の流通が始まるのは、初回車検を迎える3年後、あるいは2回目車検を迎える5年後だ。この点を考えると、選択しやすいのはラスベルトアウトになるだろう。一方、BMW の認定中古車は以下のように区分されている。VW と同様に3つのタイプが設けられている。BMW プレミアムセレクション。登録後の経過年数5年未満、
走行距離6万 km 末日。保証の期間と距離2年間、走行距離は無制限。納車前点検項目、最大100項目。延長保証、可能、最大2年間。BMW Approved Car。登録後の経過年数、8年未満。走行距離、10万 km 末日。保証の期間と距離、1年間、2万 km 以内。納車前点検項目、最大100項目。延長保証、不可。BMW Used Car。登録後の経過年数、制限なし。走行距離、制限なし。保証の期間と距離、6ヶ月、5000キロメートル以内。納車前点検項目、12ヶ月点検と同等。延長保証、不可。米印すべてのタイプについて、保証内容はエンジン、トランスミッション、ブレーキなどの主要部品になり、365日、24時間のエマージェンシーサービスも受けられる。BMW プレミアムセレクションと BMW アプローブドカーは、最大100項目の点検を受けていることが特徴だ。特に BMW プレミアムセレクションであれば、初度登録から5年以内の車両で、走行距離も6万 km 末日になる。初回車検、あるいは2回目の車検を受ける直前に代替した車両が用意され、安心感の高い中古車を選びやすいタイプになっている。それでは、次ページでは VW ゴルフ、BMW1 シリーズの認定中古車の相場をチェックしてみよう。